どうもこんばんは、いすけです。今日は2024年の 10, 10月の22日ですね、火曜日の夜です。あ今、6時前なんですけど、えー、今日はちょっと一日外仕事をしておりまして、えー、で、えーまあ、ずぶ濡れで作業しておりまして、で、帰ってきて風呂に入ってすぐ取ってますという感じです。 で、今日は8時からスタジオがあるんで、もう本当に短時間でパパッと撮って、えー、今日は簡単に振り返りというか、まあ、昨日おととい出したあのまとめ動画について、えー、かなりいろんなコメントをいただいてますんで、それについてのお話をまあちょっと雑談的にまあやろうかなと思っておりますというところですね。はい、たくさんコメントを等々いただいておりまして、もちろん全部目を通しております。で、基本的にはまあ返事はですね、YouTube は控えさせていただきますということで、今回の,あの毎日衆院選の動画については、 まあそのような態度をとっておりますので、あの、返信していかないですよというところに関してはちょっと申し訳ないなと思いながらそうさせていただいておりますというところです。 で、一応ですね、昨日おとといで出した百田新党ですね、日報党という表現をされている方もいるみたいなんですけど、私はもう言いやすいんで、日本保守党と呼ばせていただきたいと思います。去年ですね、ちょうど1年前の10月に日本保守党、百田新党は誕生してから、いろいろありましたけども、やっぱり1年経って、 まあいろんなところが、いろいろ分かってきたかなというところをですね、あの誕生当時は私もかなり期待してましたし、まあ、確かに日本保守党っていう既うに既存の政党があるのにもかかわらず同じ名前で出るというところで、 うん、まあ、例えば、カピバラさんなんかはその時に、まあ、あの、商標登録じゃないんだから、まあ、それは別に悪くないっていう論評だったんですけど、まあ、まあ、それもそうかなと思いながら、うん、それにしても、やっぱり一言あるべきなんじゃないかなっていう話をしたのを、まあ、私は覚えがあって、で、今考えてみればですね、まあ、今年の今の今になってみれば、確かに保守の人たちがそこに票を入れるよねっていう話で、 あのなんともうまいこう紛らかしというか、ごまかしというか、そういうやっぱ意図がはっきりあったんだなというのがよくわかる、うん、まあそういうふうになりましたよと。まあ、結果としてなんですけど、参政党を潰し損ねたということなんで、全ての保守の受け皿を全部日本保守党が受け取るっていう、そういう算段が立ってたんだなというのが、私としてはまあそう思うわけで、それはもういろんな人たちがもう多分そう思っているというのもあるし、 あの、全然そう思ってなくて、まあ多くの票が日本の保守という、そういう名前の政党にま保守票が入ると。まあそういう段階でもあるかなと思います。まあそこを今切り崩そうとしているのがまあ賛成党であるし、うん、まあその他の党もまあそこに関しては気に入らないというのもも,もちろんあると思いますけども、 しかし、やっぱり今の百田さんの日本保守問いというのが、まあやっぱりその保守の受け皿ってなってるっていう、まあそこが非常に気に食わないという人たちは、まあそこそこいるのかなというところですね。で、賛成党は特にそれがもう、あの、それを許せないですよというぐらいの、あの、話をしてますんで、まあそれが、まああの、松戸の演説という形で現れたのだなというところなんですよね。で、それに関する、まあ、コメントは非常にたくさん来てました。 で、まあそこはですね、まあ私のまあ本音とまあ建前というところでまあ使い分けで、まあその話ちょっとしたいかなと思うんですけど、ちょっとか髪の毛がちょっとこう変な風になるんですけど、まあ一応ですね、はっきりと言えることはなかなか難しいんですよね。 まあ私自身の話ですけど、えー、去年の今頃は、あのまあ、もちろん百田さんが新しく作った党をまあ期待してたりというのももちろんあるんですけど、やっぱり日本の生き方、日本の,その政治のあり方、まあ、それうが国家のあり方、まあ、それも全てえ含めてなんですけど、まあ、やっぱりアメリカと共に歩んでいくという考え方が、 まあ割とこう常識なんですよね、これが。普通に考えればですね。普通に考えれば、まあアメリカと日本は二人三脚で来たんだっていう考え方を持ってる人が、まあ常識と言ってもいいと思います。もう社会の一般にありふれた当然の当たり前のことだと。 で、例えば音楽にしたって映画にしたってアメリカの映画とか音楽の影響を多分に受けて日本はあの育ってきましたよねっていうまあそういう話も、まあ、私も何度もしましたけど、まあ、当たり前のことなんですよ常識的なことですよとでそれが反省とか現れたことによってこの1年2年でガラッとその常識が覆ったというのが今の社会で起きている新しいことなんですよね つまり情報の更新自由であるという感じだと、まあ私は捉えていて。だから、まあコメントでもいただいてるんですけど、単純に中国批判をするのはもう情報が古いんじゃないかとか、あともうアメリカにべったりついていくっていうのは情報が古いんじゃないかっていう話ですね。だから世界情勢の最新の、まあ、情報というのは、脱米という考え方がまあ最新なんじゃないか。 うんまあ、もっと言うとアメリカのメッキが剥がれてきたっていうのが、まあ、本当に分かりつつあるというか、まあ、そのような状況がある中で未だにそこを言ってるっていうのは変じゃないかっていう話が、まあ、常識って言われていたものが違ったんじゃないかっていう話がこの2年になってその表に出てきたというところだと、まあ、私は考えていますだからそこが。そこを考えるとですね じゃあ、その、今の本当に新しい情報を更新された、今の社会情勢って何なんですかって言われたら、それがまあ私が昨日おとといで発表した政治状況なんじゃないかと思うんです。つまりはまあ賛成党が登場したことによって世界がガラッと変わりつつあると。で、日本は、日本はですね、日本という国は、あの、戦後80年間近く戦後というものをまあいただいてきたというか、その戦後という型にはまってきたということは多分多くの人が理解できると思うんですよね。 これは理解できると思います。戦後、日本はアメリカに戦争を負けましたと。で、その後、戦後復興という形で、まあ、アメリカに支援してもらいながら、各国と協調していくという路線の中で、帝国主義を、まあ、破棄して、で、日本はその、まあ、侵略をしたというところを、まあ、それは歴史として教えてるわけなんですけど、まあ、それも含めてですが、まあ、日本の今までのやり方は間違っていたから、 今,今後はその世界の協調するという路線に合わせてアメリカに支援を受けながら日本はその成長していってくださいというのが戦後社会、戦後の日本というそういう話なんですけど、まあそれが先ほど私が言った常識になっているわけですよね。これ常識ですよと。みんな知ってることなんです。みんなそれを理解してると。アメリカと一緒に暮らしていく日本っていうのがみんな常識になっているはずだから。 まあ、いわゆるその戦後の日本社会というのがその枠組みに当てはめられてきたということは理解してるはずなんですよ皆さんも常識ですからアメリカに従ってきたという社会があるということは常識だとここまでは理解してるんですところが昨日の話っていうのはそれをアメリカと思っていたものがアメリカじゃなかったっていう話を昨日してるんでえっていう話になってると思うんですっていうかむしろその話っていうのは あなた何とんでもないこと言ってるんですかと。それは陰謀じゃないんですかっていうか、そんな裏の組織がなんたらみたいなことは、そのゲームの世界じゃないんだから、映画の世界じゃないんだから、みたいな感じで、みんなごまかしてきたその謎のものというものを言われてもみんなピンとこないんですよね。で,で、まあその話を実は昨日一生懸命してたんですよ、私は。 まあまあ正確に言うとコメントをそのまま読んでるだけなんですけど、まあ少なからず私はあの内容を全部理解した上で全部自分の言葉で喋っているつもりなんで、まあちょっと多少、まあ何か所かあの言い間違えたりとかしてるところは実はあったりするんですが、まあ、しかしあれは私の考えた文章ではないんですけど、あの文章は全部理解した上で喋っていますので、あれが今の世界情勢だと、まあ私は認識してるわけです。そして世界の常識があれだと。 いう文章なんですけど、日本の常識はあれではないわけですよね。だから、アメリカと共に歩んできた戦後、そして、アメリカともともにこれからも一緒にアメリカとやっていくっていう考え方を持っているのが常識だというのが、まあ、私が言うところの衛生保守という考え方ですよね。だから戦後社会、日本が歩んできた社会というのは衛生だったんであるんじゃないかという話なんですけど、まあ、それは衛生保守かもしれない。 衛セ保守かもしれないけど、これが今の日本国の常識なんですよという考え方を私からまあ明言しておきたいと思います。だから常識を打ち破ろうとしているのが賛成党であって、常識をそのまんまやろうとしているのが今の既存政党プラス、まあまあ正確に言うと既存政党プラス他の党というか、要するには他の参政党以外の全部の党は常識をそのまんま、その、やろうとしていると。で、常識をやるべきだと考えていると言っても差し支えないかなと思います。 もう一度確認しますけども、日本はアメリカにやられたことによって戦後、アメリカと共に歩んでいく社会を作りました。これが常識化しましたということですね。で それに対して昨日話した内容というのは、実はそのアメリカという社会を動かしているのには、そのアメリカという国家ではない、別の何かがアメリカを動かしていたんだという話、プラス、そのアメリカを動かしていた社会構造の裏にあるものが今表舞台に出てきて、世界を壊そうとしているという話をしながら、その世界を壊そうとしているっていう奴らの中には、もう日本を思いっきりもう今からとんでもない方向に持っていこうとしているんだと、 言ってるのが賛成党なんで、それが世界情勢の最新情報ですよというのが、まあ私の持論です。だから、それに反対している人たちっていうのは、一般常識を重んじている方々だと考えていただければ、まあ、8割でしょうね。日本国民の8割がそれを信じていると。だから一般常識の方が正しいと信じているのが8割です。だから、この8割という数字は、 有権者の2割しか賛成党には入れてくれないというのが現状だというのが、まあ、私の答えなんですよね。そして有権者の2割が、まあ、そのことに少なくとも賛同できるという方からそのことはもう確信して理解してるっていうのが有権者の2割というふうに私は考えますので、まあ、今そこに我々は立っているんだというところを、まあ、ちょっとお話したいかなというところなんです。 これはもうはっきり言って2割では何も変えることはできないんですよ。はっきり言って。で、まあ参政党が何議席取るかちょっと私もわかりません。予想は立てたくないんであれなんですが、願望としてはですね、まあやっぱり15人通ってほしいと思ってます。15人。そのくらい通っても可能性はある。15人です。もうまあ言いたくないと言いながら私はその予想なんですが、まあ比例で5人通ったとして、小選挙区で10人通ってほしいと。これは私の願望ですね。 えー、現実は分かりません、まあ、あの不正選挙もあると思うしそんなに、えー、支持してる人が多くない2割では15人も10人も小選挙区で通らないと思いますけど、まあ、しかし願望はそのぐらいはあってほしいなと思っているところですで、まあ、逆に言うと残りの8割の人というのは常識的な考えを持っていて常識の通りに生きているということだと思いますから私はそれを責めないでほしいなと思ってるんですよ 要するにはなんですけど、まあ私が思うに、その賛成党を今信仰を信じている人たちっていうのは、やっぱうすうす不安になりながら信じている人がたくさんいると思うんですね。で、まあ私がこうやって昨日みたいなことを言って、実際こうなんですよっていう、そういう論文を発表した時に、いやよくぞ言ってくださいましたっていう喜んでくれる人がたくさんいるのは私は嬉しいんです。 だけど、その反面なんですけど、今、参政党のことが理解してないっていう人たちを責めるのを、ちょっとまあ、控えていただきたいかなっていう思いを、まあ、ちょっと持ちましたという話なんですよね。で、まあ、何が言いたいかというところなんですけど、これはもうまあ、雑談程度の話です。まあ、私は今回この衆院選が始まって、思いっきり参政党のことを応援してるんですよ。 だから今まではゲームしたり歌を歌ったりとかヘラヘラしてたんだけどここへ来て賛成党をがっつり応援してるっていうそういうことをやってるんですよねでそれに対してまあ例えばカピバラさんなんかは日頃からまあ賛成党も含めていろんなその社会事情をがっつりやっててで選挙前になったら日本保守党ばっかり応援してるっていう方がいるんですけどまあそれは私と同じようなことをやってるんですよね要するに普段は平常運転して ポイントでそういうふうにやるということをやってるんでまあまあ配信者ってそんなもんかなっていうもんだと思ってます。 で、例えば、まあ、最小限さんとか、まあ、私と一緒に対談してくれてた、一年対談してくれた人で、特に賛成党のことを応援していたっていう、まあ、そういうふうに思ってらっしゃる方はたくさんいると思うんですけど、ここへ来て賛成党を応援しないから、あいつはダメだみたいなことをコメントで書いてるのを見ると、ちょっとそれは残念なんですよね。だから、まあ、確かに、確かに、こう、ピンポイントでそういうふうにしたときに、まあ、その人の心が見えてくるよねっていうのは、確かにそれはあると思います。 だから、まあ、極端な話、その彼らは別に参政党をがっつり応援している人間ではないわけですよ。参、ま、政、あ、党を信じている人からすれば、この大事な時にこいつら何やっとんじゃと思う気持ちは分かるんですけど、まあ、しかし、彼らには彼らの心情があるというところで、参政党のことを私みたいに100%応援したいって思っている人は、まあ、先ほど言いました、有権者のうちの2割。 もういないと思います、正直ですね。で、例えば昨日の論文を理解してる人っていうのは多分有権者の2%もいないと思います、多分。本当の人、本当にあの内容はついてこれてる人とほとんどいない。そしてあのぐらいのことをちゃんと理解してないと、賛成党のことをがっつり応援はできないと思うんですよ。だからまあ私は、あのー、昨日発表した動画っての100%を賛同してるんですよね。 あそこまで落とし込んで賛成党を理解してるんで、賛成党を裏切るということがないんですよ、基本的に。だからそのぐらい、その、理解しないと賛成党のことは理解できないと思ってます。でそうなってくると国民の2%しか賛成党を支持しないっていう話になってしまうんですけどね。まあ残念ながらメディアは報道してくれない。あの、賛成党の候補を広げてくれないから、あの、伝わらないと。 で、まあその他もうあの嫌われてますからね、叩かれてますから。だからその方向性ってどうなのかなっていうのはずっと思ってたんです。だから、まあ賛成党の方向性っていうのがありますよと。で、方向性があって、で、賛成党の真の皮を全部剥いた中に何が残ってるのか っていうのが実は昨日の動画だとも私は思ってるんで。だから賛成党っていう、そのそこまで人々にその嫌われてしまって広報もしてもらえないような、その弱い、その嫌われ、もう本当に単純に嫌われ党なんですけど、あそこまで嫌われてるのに、人々は支持をどん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 離れていっているという段階なのに、本当にあのレベルまで理解してないと支持してくれないっていうのが賛成党だというところを理解してほしいかなと思っていて。だから、 難しいんですよ賛成党候補して入れてもらうというのは本当に難しいだからあそこまで言ってそしてそこをきちっと理解しないと9%の賛成党を応援する人にはならないんですよねだから例えばまあ,あのよく上がってますけどカピバラさんとかサイくんとかああいう人たちはあそこまでの理解をしてないんですよねはっきり言ってあそこまで理解していたらもう自分のやるべきことは1つってなるから私は応援するというところです だけど、あそこまでは理解してない。あるいは、あそれはその中では、まあ、どこか腑に落ちてない、えー、ということになると思いますから、あの当然あの、私のようなパターンにはならないと。だけど、彼らは自分なりの心情を持って自分の政治をやってるんですよ。実践者としてやっていると。だから、賛成党のことを、まあ、票を入れてくれる2割という人がいる中で、その中には、 入らないかもしれないけど、しかし、日本の政治を考えて、情報配信をしてで、自分の心情を持ってやるっていう人ですから、それは普通常識人なんですよね。言うなれば。普通の人なんです。だから、まあ、まあ、我々は、まあ、例えば、魚屋としましょう。魚屋さんは、それは魚を買ってほしいですよ。魚を食えと。だけど、肉を売っている人たちは、 それは肉を買ってくれよというのは当然なんですよね。だから、肉を食えよと、あの、相手は言うわけです。こっちは魚食えよと言うと。で、日頃は、肉屋さんも魚食べるし、魚屋さんも肉を食べるんです。だけど、大事なそのキャンペーンとかがあるときは、どうしてもうちの魚買ってくださいよっていうことをやると思うんですけど、その時に、おい、肉屋でね、肉なんか売ってんじゃねえ、ボケがみたいなことは言わないと思うんですよね。 相手は肉を売って商売してるわけですからそれはまあ肉も美味しいけどねうちはキャンペーン中ですよっていうそういう話をすると思うんですだけど今その我々その参政党の支持者の人たちがちょっと熱くなりすぎてしまって肉やてめえ魚を食えやっていうことを言ってもダメだと思うんですよね今はキャンペーン中なんでちょっと売りたいという気持ちはあるかもしれないけどでもキャンペーンが終わったら通常運転に戻った時には 我々も肉を食うからっていうところをまあ理解してほしいかなと思うんです。だから、魚屋さんが魚を食ってない奴は皆殺しにするみたいな言い方をしていると結局は後が続かないっていうことに私はなると思うんです。だから、まあ、わかりやすいかわかりにくいかわかりませんが我々は自分たちの心情をしっかり前に出して訴えてほしいんですよね。だから、その前に出して訴えるということは、まあやっぱり 自分の中に、その、まあ、傷を作らないでほしい、後ろめたいポイントを作らないでほしいって思ってます。これは賛成党のやり方って、まあ、私はそういうもんだと思うし、あの、松戸の魂の演説っていうのはそういうもんだと思うんですよね。まあ、ちょっと難しいな、説明は難しいんですけど、私は後ろめたいことは絶対やりたくないっていうタイプなんですけど、でも後ろめたいこともやるんですよね。やります。で、今回やってる、例えば日本保守党のあの動画なんかいうのは、 ちょっと後ろめたいんですよね正直あの日本保守党の、うん、まあ、暴露してるわけですから私は後ろめたいんですだけどあれをやろうと思って今回はやりましたで結局はその選挙が終わった後に参政党と日本保守党はもう完全にたもと分かるような分かつような、まあ、そういう結果が訪れると思いますから多少やりにくいんですよねで それってのは、例えば、カピバラさんみたいに、日頃は政治バック全般をやってるんだけど、こういうピンポイントで日本保守とを応援するような人っていうのは、今後賛成党の人たちとはやりにくいんですよね。まあそこはもうもちろん私も、私もカピバラさんも、サイ君も覚悟の上でそれやってるっていう。だから、配信者っていうのは、同業者として私は言うと、あの、私は肉を売ってる。彼らは魚を売ってる。野菜を売ってる人だと思ってるんで、 まあまあ、どうぞ野菜を売ってくださいよと、肉を売ってくださいよという気持ちで見てます。で、じゃあお客さんたちはどうかっていうと、もちろん美味しくなければ美味しくないって言うと思うし、あの、良ければ、あの、そっちの肉は買うなって言うかもしれないんですけど、まあしかし、まあ日本の言論界っていうのはもっと自由であるべきだというのが私の基本的なスタンスです。 で、ジャーナリズムって基本的には言論の自由というのが本当に大事で、で、その言論の自由っていうものの中に、その本当の意味での社会の発展があると思いますから、 まあだから、魚屋さんを応援してくれる人は、まあ、肉は絶対俺は食わんもんね、みたいなことを言うのではなしに、まああのまあ、肉をたまには食ってもいいかな、でも私は魚の方が好きだけどね、っていうぐらいに留めておいて、まあ、いろんなものを食べてくださいよっていう感覚はぜひ持っておいてほしいかなと思うんです。<laughs> 次につながる選挙っていう意味ではですね、まあ、今回カピバルさんとかサイくとかがそういう発言をしていることに、 こいつらと思ってもいいけど、あまり表に出さずに、もっと前向きに考えてほしいかなと思ってます。だからまあ私は彼らは話したこともあるし、サイコンは1年以上一緒にやってきた、まあ友達、名優ぐらいの気持ちで考えてるんですけど、しかし、まあ私はここへピンポイントで賛成と応援したいと思ってるから一生懸命これやってます。 で彼らは彼らの心情で言いたいことを言ってますよっていうぐらいに私は捉えてますけど、それはまあ多分同業者だからそう思うんですけど、でももうちょっとひどい視野で政治的視点っていうのを考えたときに、じゃあ彼らをどうやって上手に取り込んでいくかとか、彼らの懐に入っていって、賛成党がいいんですよって言って、彼らを改心させる方法とか、まあ、そういうことを考えた方がもっとプラスになると思うし、今後につながると思うんです。でこれは、 もう私もだいぶ前に言いましたけど参議院選挙も見てしゃべってますから今回の衆院選でこういったことがあったではこの時にこういう点がダメだったから次は ここで活かしてほしいっていうところを、うん、私は喋ってるつもりなんで今日ですね仕事しながらピロピロっとこう <laughs> 字を見てましたけどまあ私は文字読むのが早いんで全部のコメントちゃんと理解して見てましたけどまあまあ熱くならずに、えー、賛成党を今応援してない奴はみんなクズだみたいな言い方をするのではなくしてですねそういう今賛成党を信じれない人たちっていうのは日本のもう、まあ、8割の人が常識だと思って信じてることです 参政党が信じれないっていうよりも、常識の方が正しいと思ってる人たちです。そしてそれは、多分あなた方もちょっと前まではその常識を信じてたはずなんですよね。実は私もそうだから。去年の1年前とかは、どうやってアメリカに歩み寄っていけばいいのかっていうふうに考えてましたし、日本の独立をどうやって探っていこうかって思ってたんですが、まあしかし、参政党の情報、あるいは世界の情報を取った時に、今がタイミングなんじゃないかなと思って、今参政党は、まあ、 おとといその前の演説もありましたしあの日本保守党にある意味はとこうてついてでもその主張していくというやり方をやってますだからまあ当然それに乗っかってくれよっていう気持ちは強いと思うんですけどしかし現実はまあ日本国民の2割があれを理解できるかまあギリギリ賛同できるかで昨日の論文を理解している人は2%もいないと思いますのでまあそのぐらいの現実があるんだとだから まあ選挙が終わったら、残りの80%何の人たちに改心してもらうための活動が始まるんですよ、ということを、まあちょっと頭に入れておいてほしいかなと思いました、というところですね。 はい。えー、まあ一応今日ちょっとそういうこと思いました。今日はですね、ほんとずぶ濡れの中で外仕事をしていて、もう風邪をひきそう風邪をひいてるんですけどね、仕事をして。で、今動画を撮って、で、もうちょっとしたらスタジオに行きたいかなと思ってます。まあ,あの、今私はこういう自由の身なんですよ。あの、また詳しくはですね、また別の動画でお話し,したいかなと思ってますけど、今はこうやって時間があるんで、いろいろやれてるんですけど、 まあでもその中で自分の最大限できること、一番の最善のできることをやりたいというふうに思ってますんで、まあそういう話をしましたと。はい、まあそういうことで、以上にしたいかなと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。